代表に名を連ねています。もうヘッドで落としてファン前というところですが、その小柄対応、しかしこぼれて、ああ、同点に追いつきました。オビアルディージャ途中出場のファンマです。セカンドボールをうまく拾ってね、まあ、あとはあの中村も、ね、よく見てましたよね。あの出てこないのを確認しながらね、うまくボールを合わせましたね。中村もちょっとね購入をされるというそんな情報です。まあ、石川からというところ、あもう一度奥の駅からファンマー走らせて、ファンマーが奪って運んでいく、キーパーの位置を見て見事なゴールだ。これで3対1、リードが2点に広がります。大宮です。この後ね、福岡選手が背後に出した、まあ、京都ディフェンスが対応しそうなところをファンマ選手ね、うん、これはナイスカバーです。バブンスキー、ハンマーいい落としです。さらにスルーパス、バブンスキーから最高のパスが出ました。さあ自分で行くか、ファンマー、ファンマー、ファンマー、綺麗に仕上げて4点目大宮。今年ね、このスルーパスのやっぱりちょうどよかったですよね、はい、最後全力で走って、うん、冷静にね、ファンも最後冷静に決めましたね。あれで局面変えられるのはやっぱり大きいですね。大きいですね。奪ったファンマだ、ファンマハットトリック達成、ファンマー。まあ、このね、鹿島の選手のパスミスですからね、はい、もちろんオフサイドないですし、最後冷静でしたよね。バックパスを拾ったところからフィニッシュでした。ファンタイム高木監督ですが、ボールを早く動かすこと、そしてロングボールへの対応をしっかりすること、そのように伝えたようです。はい、川澤のクロス、あ戻して奥向き、ボール持ち込む、ファンマーもらう、シュート、左足決まった、ファンマーの右足決まりました。先制大宮。そうですね、ファンマーに入るもう瞬間にもう奥の木が動き出してるんですよ、前後ね、3人目の動きもできてますし、まあ、こぼれ球をファンマーにね預けて、